パッチムとは、ハングルにおいて、シーン、ボイン、シーンなどで構成される音節で最後の音を表すシーン、またはシーン字母、修正とも呼ばれる。朝鮮語では、シーンは1音節の中でボインの前後に来ることができる。20シーンを含む19のシーンはすべてボインの前に置くことができるが、を除く16のシーンは、ボインの後ろに来ることができる。例えば、などである。 このように母音の後に来て音節の最後の音を構成するシーンをパッチムと呼ぶ。パッチムには朝鮮語で支えるもの下敷きの意味があり、上記の例で言えばの下の位置にの会にの音素を表記して全体として一音節を表す。パッチムを取る音節は平音節である。平音節には次のような種類がある。パッチムにはの七つの音化がある。 朝鮮語で語中語尾のクルムプと表現される音は後に母音を伴わないパッチムであることが多い。パッチムを取るシーンは16個あり、二重シーン11個を含めると27個に上るが、発音は7通りだけである。発音欄のは内波音を表す国際音声記号の補助記号である。パッチムの発音が7通りしかないにもかかわらず、 激音や脳音などの磁場をパッチムに使用したり、二重パッチムを使用するなど、表記上27種類に書き分けるのは、朝鮮語の携帯音素表記のためである。二重パッチム以外の16種類のパッチムの発音は、次のように整理することができる。あるいはハングルの創生原理から次のように整理することもできる。2つの異なるシーンを組み合わせて、パッチムに用いたもの。 具体的には、の11個を20パッチムと呼ぶ。後に母音が続く場合、パッチムは原則としてそのまま発音されるが、例外的にはガム音化される。後に、子音の続く場合及び、5末の場合、南北の標準発音によれば、については、左側の子音、については、右側の子音を発音する。は、南北で標準発音が異なり、南では、 左側のを発音することを原則とし、形容詞の語幹が複合語を形成する場合や動詞の活用型では、右側のを発音する。これに対し、北では右側のを発音することを原則とし、形容詞の後にが来る場合や名詞では、左側のを発音する。これらを整理すると次の通りとなる。後に死音が続く時及びご待つ音がある場合は、 それを発音しない。音がなく音がある場合は、それを発音しない。ただし、和と発音するごとと発音する語がある。詳細は先日の通りである。また、の後に、が続く場合は、オパッチムとして発音しすぎのが、のをとかする。後に母音が続くとき原則として二重パッチムの、左側の音をパッチムとして発音し、右側の音は、 初声化する。ただし、中間に携帯部の境界があるときは、5末と同様に発音されるいわゆるで、音現象が起こる。前に20パッチムが来るときパッチムの後にーンが続く場合は、次のーンが激音化する。それ以外の20パッチムの後にーンが続く場合は、次の音ノーンが脳音化する。パッチムよび母音の直後の KTPCH の音は、 それぞれ有声音となって GDBDJ の音で発音する。要言の活用型でパッチムの2が後続する場合も後続音が有声音化される。パッチムの直後に無音のシーンが来るとパッチムの音がに移って連音化する。例えばではのパッチムとのが合成されて前を音となり発音がとなる。二重パッチムの時は 右側の音がに移って連音化する。ただし、の時は前述の優勢音化、の時は後日の脳音化、の時は後日のノ無音化を伴う。またの場合も実際には、ではなく脳音のが初声化する。また、話者によってはパッチムの次の初声もである。場合に初声を、で発音する場合がある。朝鮮語の音音音素の交代にも、参照脳音化シーンは、 前のパッチムに影響されると詰まった音になる場合があり、これをノート化と称する。ノート化されると、途中でも死因は濁らない。は、ノートの直後に来ると、基本的にノート化される。従って、二重パッチムの音が連音化するときは、連音化したが、ノート化されるため、実質的にノートが次の音節の初声の位置に来ることになる。 発音変化の説明の便宜上途中経過としての表記を用いて説明されることもある。要言の活用型でパッチムの2が後続する場合は後続音がノート化される。また未来連帯系の2が後続する場合もノート化される。激音化シーン事母はその前後のシーンと合わさって激音として発音されることがあり、これを激音化と称する。 具体的には、音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 のパッチムと初声が合わさって、それぞれ、音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 で発音される。また逆に、パッチムの後に、が続いた時も、激音化してそれぞれ、の音で発音される。の弱化、無音化シーンジボは、五頭以外での発音は微弱であり、ほとんど意識されない。その結果、直前に、パッチムがある場合は連音化されることがあり。 北の標準発音法でも許容されている。特に、パッチムに関しては、直後に、が来た場合、が前日の連音化を起こすのではなく、無音となる。したがって20パッチムの音が連音化するときは、実質的に左側の音である、が次の音節の初声の位置に来ることになる。パッチムは前日の激音化は起こしても、の本来の初声の音で発音されることはなく、とのに関しても、 発音上が本来の初声の音で発音されるというよりも前述の激音化の効果しか持たない。その激音化を表現するために便宜上をパッチムに利用しているだけと言える。そのパッチムの発音変化の説明の際、下のように便宜的にが他のパッチムと同様に一旦連音化しているとみなした上で、そのが途中なので、 聞こえなくなっているかのように説明されることはあっても、二音説明以降の初声の場合と異なり、の表記通りに発音されることはない。高外音化パッチム2が続くと、音は音に、音は音に変化する。パッチム2が続いた場合は、前述の激音化もあるので音に変化する。絶速音化パッチム及びその直後に続くシーンがの、時、あるいはの時、いずれも、音で発音される。 ビヨンカ音、音、音のパッチムに、が続くと、音、音、音で発音する。音、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 音のパッチムに、シーン、が続くと、は、の音で発音される。この時、音、音、音のパッチムは、それぞれ、と変化する。点火パッチムの後に、が来るとき、音が点火され、のように発音されることがある。 詳細はリエゾン朝鮮語を参照。朝鮮語は、言語の形態論上の分類では、膠着語に属しており、日本語のテニオ派に相当する助詞によって、単語をつなげて、文やセンテンスを構成していくが、パッチムの有無によって用いられる助詞が異なる場合がある。主格、目的、羅列、手段を表す場合は、パッチムの有無によって用いる助詞が変化する。詳細は、 日本語のハングル表記を参照、伝言と視線の部分のハングルは、基本の表記とは異なる。日本語をハングル表記する際には、即音と発音を表すのに、パッチムを用いる。即音日本語の即音、和をパッチムとして表記する。発音日本語の発音、和をパッチムとして表記する。ただし、の次の文字がア行である。と、 ハングル表記時に死因がない場合にの代わりに、オパッチムとして表記する場合もある。現代では、パッチムの発音は7種類であるが、初声化などを考慮して表記するため、パッチムの表記には、激音やノート、20パッチムなども含めて27種類を用いる。これは、訓民性音の中正また洋発声にあたる。訓民性音制定当時は、現代語の7種類の他に、が、 パッチムとして独自の音歌を有しており、パッチムの発音は8種類だったが、訓民性音制定から朝鮮語鉄字法統一案に至るまでは、その8種類以外のや、激音などがパッチムに用いられるのは、両品後天下や月印チへの曲など一部の資料に限られ、パッチムの発音に合わせての8種類のみが用いられることが多かった。これは、訓民性音の 八修正化使用にあたり、君謀あざかいが初恋修正通用としているのも、この8種類のみで、残りの死因児母は初恋読用という扱いだった。近世朝鮮語でパッチムのが同じ発音になり、これらのパッチムの表記がに統一され、合使用されなくなる傾向が見られるようになったことから、1912年の普通学校用音門鉄字法では、 パッチムとして認められたジボは、の7種で、そこには入れられていなかった。ありがとうございます。